人が集まる通路ではよかったけれども、SSK さんってその社食お金いらないんですよ。食べるところでやっぱり買うところで食べたいっていうのがありますよね。まあご存知のように、まあ、金融式のアンケートを会場で実施しまして、今回の、結果をですね、まとめさせていただいています。で全体としてですね、その下の6って右上の方にですね、書いてありますけども、まあ、実施概要というところですね。4社で実施させていただきまして、大体内訳としてはですね、まあ、回答者、あくまで回答者の内訳ですけども、まあ、女性の方はちょっと多めということで、まあ、大体は半分ぐらいですね。港水産株式会社の倉本でございます。私たちは自分たちでこう自信持ってお客様に提案試食でお買い上げいただいているんですけど、まあ本当に私たちがいつまでたっても勉強させていただくにお客様の中からのご意見がすごくためになりますよね。ですからそれを元にしてまたより良い製品を作っていきたいと思いますね。それでもやはり10人ご満足していただくのは無理かもしれませんが、少なくともね6人ぐらいの過半数までのお客さんにはね満足していただけるように努力していきたいと思いますね。そのパッケージの部分が私たち弱いということで、パッケージとかグラム調整とか、また家族構成によってのグラム数とかを検討して、そして提供していきたいと思いますね。はい、大和平塚水産の平塚です。やっぱりいろいろお客さんの意見をこう分析してもらうと、今後のこう商品をこうよりよくこう改良していくのにこう非常に方向性が見えてきて、役に立つなと思いました。まあ千差万別で100人いればいろいろな意見があるので、そこら辺をどこにターゲットを絞るかっていうのが大事なんですけど、次のマルシェの時もですね、やっぱりこれまで以上に買っていただいてですね、こうどんどん買っていただくと我々も元気になりますので、そこら辺でよろしくお願いしたいと思います。